丸ごと府中キャスターの菊池涼子です。私は今府中市美術館にやってきました。今回は北海道岩内の風景を描き続けた画家木田金次郎についてご紹介します。まずはこちらの写真をご覧ください。こちらに写っています男性、キャンパスに絵を描いていますが、彼が木田金次郎なんです。そして作品をご覧いただきましょう。こちらです。とても力強い港の風景ですよね。では早速ご紹介していただきましょう。学芸員の鎌田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鎌田さん、まずはこちらの企画展について教えてください。はい、木田金次郎という画家、皆さんあんまり聞いたことはないと思うんですけども、実はこの人、小説のモデルにもなった人なんです。有島武夫という文学者がいまして、その人が書いた生まれいずる悩みという小説、ここには登場人物が2人出てきまして、1人は文学者、これは有島自身のことなんですけども、もう1人画家になりたい青年というのが出てきます。その人物が実は木田金次郎、それをモデルにした人なんです。小説にも登場する画家、はい、ということです。はい、どんな作品が登場するんでしょうか。どうぞ最後までご覧ください。今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。府中は市内にトップリーグのチームが2つもある全国でも珍しい町だからこそ、ラグビーを中心にしてスクラムを組んでいきたい。ラグビーが盛り上がれば府中の町も人も元気になる。ラグビーの力を府中の力に。まず教えていただきたいのが、有島武夫と木田金次郎、どういった関係だったんですか。はい、有島武夫は留学経験もある文化人、そして今の北海道大学で講師をしていた人物なんです。でその人が描いた作品、それに若い頃の木田金次郎が一目惚れをして彼のところを訪ねる、で自分の作品を見てくださいということをしていたんです。それだけこう感動したんですね。そうですね。で憧れの言ってみれば先生だった。でその有島武夫はですね、木田金次郎の作品を見て、あ、君は力があるから地元で頑張って絵を描きなさいと、そういう励ましの言葉を送ったんですね。それ以来、まあ、木田金次郎は漁師としての生活をしながら、でも画家になりたいという憧れを強く持っていくようになるんです。ところがですね、まあ有島武夫は木田金次郎が絵を学んでいる最中に、まあ、自ら命を絶ってしまう大きな別れを経験するんです。でそこを契機として、木田金次郎は有島から受けた言葉を、まあ、心の支えに画家として独り立ちをしていこうという決心をしていきます。その作品がこちらですか。そうなんです。これが、有島武夫が亡くなったすぐぐらいの時期に木田金次郎が描いた作品、まあ、ヨーロッパで絵の勉強、多くの作品を見た有島武夫から得たさまざまな情報を得て、印象派風の色鮮やかな、木々を描いています。北海道ならではの木、ポプラの木の風景ですね。すごくね、繊細な絵のようにも見えますが、大切な人の死を乗り越えて生まれた、そういった作品なんですね。まさにそういうことですね。続いての作品ですが、先ほどの絵とはガラッと変わりまして、はい、色使いも暗いですし、はい、こう重たい雰囲気もしますね。はい、先ほどの絵から30年ほど後に描かれた作品なんですけども、実はこの作品には大きなエピソードがあります。実はこの頃50代も後半になって、木田金次郎がそれまで描きためた1600点ぐらいの作品を火事で一気に失ってしまうんです。岩内の町全体を焼き尽くすような大きな大火がありまして、その時に木田金次郎の家も、それから作品も全部燃えてしまったんですね。でもそのままではいけないということで、火事の直後に新たに絵を描き始める、その最初の第一作がこちらの作品になります。すごくね、ショックを受けることがあった後ですが、はい、作品を残したんですね。そうですね、やっぱり自分は画家として、制作を続けていかなくちゃいけない、そういう強い思いから、あえて、まあ、
相当悲しいショックな状況だったとは思うんですけども、火事で焼けただれた街中の風景を描き、そこに太陽が一つ、寒々とした感じなんですけども、真っ青なさ太陽っていうのを描いている作品になっています。この色使いから少し悲しみっていうのも伝わってきますね。そうですね、非常に重たい雰囲気のある作品です。続いては府中市発行の広報誌、広報府中からのお知らせです。8月17日金曜日に東芝府中事業所ラグビー場で府中ダービープレシーズンマッチの観戦イベントを実施します。当日は市内を活動拠点とする東芝ブレイブルーパスとサントリーサンゴリアスが府中ダービープレシーズンマッチとして試合を行います。また会場ではラグビーグッズなどの販売を行うほか、両チームの選手のジャージなどが当たる抽選会を行います。この機会にぜひ迫力ある試合を間近でお楽しみください。災害に強いまちづくりを目指し、共愛道路拡幅整備事業を行っています。道路が狭いと災害時にブロック塀が崩れ、道路すべてが塞がれてしまう危険性があります。市ではこうした状況を改善するため、共愛道路拡幅整備事業を行っています。この事業では原則としてご覧のすべてに該当する土地を市に寄付した場合に、市の負担で道路整備を行います。問い合わせは建築指導課共愛道路係へお願いします。詳しくは広報府中8月11日号をご覧ください。広報府中の配布をご希望の方は広報課広報担当までお申し込みください。暑い日に食べたくなるのがアイスクリーム。こちらは黒豆テンペアイスクリーム。大豆本来の旨味と発酵の甘みが感じられるそうなんです。ところで皆さん、テンペってご存知ですか？テンペとはインドネシア発祥の大豆発酵食品なんです。さあ、そのテンペを作っているのが今日お邪魔します西原町にあります株式会社トキワ食品です。府中市内の元気なものづくり企業を紹介するコーナー、ものづくりの現場 NOW。 今回は昭和24年創業の株式会社トキワ食品です。素材や製法はもちろん、包装紙にもこだわった納豆やテンペを全国のスーパー、百貨店、オンラインショップを通じて販売。国産大豆を使うことによって日本の農業を応援しています。株式会社トキワ食品、優作さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらで作られています納豆とテンペ、はい、こだわりを教えてください。そうですね、まず国産のみで使ってるっていうこと、それであとやっぱり基本的な大きな考えっていうのは、日本の農業を応援したいっていうのが底辺であって、でそれから国産っていうことと、それからあとはそれに付随するもの、全て信用できるものっていうか信頼できるものを使わさせてもらってる、それが一つの基本ですね。そして1階にはアンテナショップがありますが、はいはいはい、どういったものを販売されてるんでしょうか？そうですね、ここで作ってる、納豆をはじめ、今言ったテンペ、あるいはそれに付随する加工品をここで販売していきますね。テンペって私自身なかなか手に取ったことがなかったんですけれども、皆さんからどういった声が上がってますか？そうですね、テンペはまず第一にテンペって何って聞かれますね。でこれはインドネシアでも200年以上前から食べられているもので、やはり WHO という国連組織の中で非常に体にいいということで今注目されている商品ですね。でそれをうちでは15年ほど前にいいものだなっていうことと、それからあと納豆と同じようにお塩を使わない発酵食品ということで非常に興味を持って今作らさせてもらってます。トキワ食品にとってものづくりとはどういったものかなって思いますか？はい、そうですね、我々やはり冒頭の話では国産ということを言いましたけども、やっぱり原料がちゃんと分かる、いつ誰がどのように作ってどういうふうに加工したかっていうのが分かるってことが基本で、どうしてそうなるかというと、やっぱり人様の命を扱ってるんで、やっぱり食べ物っていうのは命を司るものなんで、その辺で基本的なことをしっかりやって、でそのことを一人でも多くの人にね分かっていただければ、
やはり食べ物って毎日毎日食べてるものですから、食べ物を自分で選べますから、でその食べ物をやはりしっかりしたものを提供させてもらうっていうのはうちの基本だと思ってますので、それがコンセプト、あるいは物を作る、まあ、食べ物を作る基本だと思ってますので。分かりました。これからもね、先ほど人が少ないというふうにおっしゃっていましたが、そうですね非常にやっぱり人が少ないんで、やっぱり 手間暇かかるものを作ってる中で非常に苦しいところありますね、その中でもどうぞ頑張ってください。 ありがとうございます。ありがとうございました。時和食品といいますと納豆がとても有名なんですが、私先ほどテンペを試食させていただきました。大豆本来の旨味とこうホクホク感が感じられてとっても美味しかったです。ぜひ皆さんも食べてみてください。以上、ものづくりの現場 NOW のコーナーでした。またまた作品がガラッと変わりましたね。はい、大火で作品を失ったことをきっかけに一段とこう木田金次郎の作風っていうのは変わっていくんです。それ以前に比べると非常に筆使いがはっきりして、しかもスピード感のある荒々しい、一瞬でこう描いたような線っていうのが出てきます。ですのでちょっと近づいてみるとなんだかわからないんですけれども。そうなんです、ごめんなさい。でもちょっと一歩引くと、あ、これが港の景色だなとか海の岩の景色だなっていうのがはっきりわかるようになります。ちょっと引いてみましょうか。はい、はい、ちょっと遠くで見てみます。あ、確かにこの距離になりますと、はい、港を描いている、そしてあ船があるんだな、そうですね、人がいるのかなっていうふうに、奥に建物がある、そういう港の景色ですね。わかりますね。一番最初の写真でも出てたように、木田金次郎というのは常にその景色の前にキャンバスを立てて絵を描いていたんですね。ですのでそんなに大きな作品っていうのはないんですけれども、彼はいつも同じような場所を繰り返して描きました。で地元の岩内、その景色なので日頃から暮らしている中、絵を描いている中で頭の中に、彼の中には自然とその景色ができていて、絵の絵柄もできていたんだと思います。だからこそ素早いタッチでもこのように、引いてみるとリアルに見える、そういう作品が生まれてきたんじゃないかと思います。そこも木田金次郎ならではって言えるんでしょうか。そうですね、はい、地元に生まれた、そして地元で育った画家だからこそ生み出せる風景画だと思います。私たち絵の中に入ってるかのように見えてますか。さあ、こちらは撮影が可能な場所なんだそうですね。はい、後ろにあるのは木田金次郎が描いた、実際に描いて今回も展示してある作品なんですけども、その中に入ったような気分でここではぜひ写真撮影をして楽しんでもらいたいです。ちょうど夏休み期間中ですから、こういうちょっとした楽しめるコーナーも作っています。いい思い出になりそうですね。はい、会場には木田金次郎以外の作品も並んでますね。はい、そうなんです。今回の大きなテーマ、もちろん木田金次郎は中心なんですけれども、小説生まれいずる悩みというのがあります。あの作品というのは作品を作ること、それから一方で生活していくこと、その2つの悩み葛藤をテーマにしています。でそれになぞらえてなんですけれども、このコーナーでは今北海道で活動している若い人たちの作品っていうのを紹介しています。彼らの作品作り、それからそれをしていく上での悩み、それを一緒にこのコーナーでは見てもらおうと思っています。木田金次郎も北海道出身ですので、はい、その縁があって、そうですね、こういった作品展が開催されてるんですね。はい、でまあ、木田金次郎のこと、それから有島武郎のことを知ってもらうのはもちろんなんですけども、それ以上に今回の展覧会では作家さんたちがどういう思いを抱いて一つの作品、一つの生涯を送っているのか、そういうところを見ていただければいいなと思っています。人生で大きな出来事が起こるたびに絵が変わる、はい、そういった木田金次郎の幅広い作品を見ることができました。訪れた方にはどんなことを感じてもらいたいですか。そうですね、やはりいろんな生きていく中でことはあるとは思うんですけども、それを一つ一つ糧にして作品を作っていった、そういう作家たちの姿、木田金次郎や今の若い人たちの姿、そういうのをぜひ見て楽しんでいただきたいと思います。木田金次郎展は9月2日までの開催となっています。鎌田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、まるごと府中、この辺りで失礼します。また次回もぜひご覧ください。さようなら。